すみません、こう話しませんけど、今日の主役の武田先生に今から出てきていただきたいと思います。特別に武田先生をお呼びしました。ね、はい、特別に武田先生、別に細木和子の世界じゃないですからね。ではですね、武田先生、実はですね、顧客対策の講演、すごく良かったですね。竹原さんがその奥義みたいなのを聞かれたでしょ。すごい良かったんですよ。でも、実は武田先生の別の顧客対策もすごくいいんですね。で今日、特別にそれ、勝俣さんに用意していただきました。でこれ、これ勝俣さんが普段勉強されてるDVD ですよね。特に今日皆さんこれ見るとものすごくですね、すごいね、よく理解が進んでくると思います。でこれは顧客対策と営業戦略と商品対策をうまく結びつけられて、これぐらいすごいですね、ビジネスのケースがあるのかなっていうぐらいのがありますので、それをですね、皆さんに今日のセミナーのまとめとしてご覧になっていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。はがきの話をしましたけどね、はがきを出したときに、ものすごく業績が良くなったということの事例を一つだけ説明しておきましょう。この山口県に、真ん中よりもちょっと大阪よりもですね、防府市という市があります。人口は10万ちょっとの市なんですね。割合この、全国的にはそれほど知られてない市でございますけど、そこに甲府天満宮というお宮があるわけです。ここは太宰府天満宮と同じように菅原道真公をお祭りしておる、お宮さんなんですね。その甲府天満宮というのはちょっと立地条件が悪いもんですから、この参拝客が少なくてお賽銭も少ないもんですから、宮司さんの給料にもことかくほどお金に困っちゃったわけですね。そこで、もうだいぶ前になりますけど、ある一人の宮司さんが考えたんであります。よし、うちも一生懸命頑張ろうということでね、ある一つのことを考えた。それがはがき作戦だったんですね。でこの甲府天満宮に行きますと、こういうふうな封筒がね、2000数百円で売っておりまして、これが学業祈願特別3点セットというのがありまして、これはもうそのおみくじ屋さんが持ってくるから全国どこでも売っておるものですけどね。でこの中にはまず1番目がね、お守り、これが1つですね。それから2つ目がこの封筒に入っておる絵馬でありますね。この絵馬、これに何か書いておくわけですね。まぐれでもいいなんとか大学、まぐれでもいいなんとかな、高校とかね、こういうふうに書いて、送ります。そして、この封筒にね、住所氏名というのをちゃんと書いて送りますと、甲府天満宮では境内にこうちゃんとこうぶら下げてくれるんでありますね。でこういうのをその、境内にあちこちこうぶら下げてくれまして、いっぱいびっしりこう並んでおりますね。この絵馬が2つ目、それから3つ目はこの必勝の鉢巻きであります。この3つが揃ったものが学業祈願特別3点セットというのが載っておられます。でこれをもらっていきまして、あるいはこの郵便で頼んでもいいんですよ。郵便でお願いする、あるいは電話でお願いするとちゃんとこう送ってくださってね。そして、学生さんはこれをもらって帰りまして、自分の勉強部屋でまぐれでもいいからなんとか大学受かりたいということを書いてね、これ郵便でちゃんとお送りする、ね、ちゃんとお送りする。そうすると甲府天満宮では激励のハガキが来るんですね。このでも郵便で送った人に対して漏れなく激励のハガキが、これが非常にユニークなんです。これについてちょっとこっちで説明しましょう。それでは激励のハガキの内容について説明しましょう。この文章はね、ハガキを出し始めた当初のものでございまして、ちょっとこうだいぶ古いんですけどね、現在は分かりやすくなっております。しかし古い文章の方が非常に迫力ありますからね、
それで説明することにしましょう。ここからでございます。背景、いよいよご聖のこととお喜び申し上げます。ちょっと難しいですね、これは。さて、ご志望校入試仕組みと差し迫り、何かとご繁忙の御言葉と拝察申し上げます。ノブレバ、これですね、ノブレバと読むんだそうですね。ノブレバという意味は手紙でお伝えいたしますという意味なんだそうです。手紙で、このお伝えいたします。当天満宮ではご願に従い、あなたの頼みに従ってですね、日夜お神楽に専念いたしておりますが、このお神楽というのは神様にね、頼み事をするときに、舞を踊ったりね、あるいは歌を歌って、神様に お供えをするという意味なんです。これが、お神楽なんですね。出しておりますが、あなたも一層勉学にご奨励ください。そうすればご神意のままに、神様の意思に従って見事優秀な成績を持って進学相叶いましょう、こういうちょっと難しいのが来るんですね。このハガキの文章で気をつけていただきたいのが、この日夜お神楽に専念いたしておりますがのこのがなんですね。これ分かりやすく言いますとね、自分の方は日夜ということ、これ徹夜でということ、徹夜で神さんに頼んでおりますよと、あなたもうんと勉強しなさい、もし落ちたらあんたのせいというのがですね、この場合、そういうことであります。ですからこの神様の方もね、一生懸命に頼むから、うちもあんたも勉強にしっかり励んでください。そうすると神さんのお力によりまして、めでたくこの進学あるいはこの受験が通りますよ、こういう風なハガキが来るわけですね。天満宮から来たハガキを受け取った学生さんは、なんか難しいけどよくわからんけど、とにかくありがたいなということで押しいただきまして、そして机のビニールの下に引きましてね、それから勉学に励むわけです。いよいよ受験、どういうわけだか、まぐれで受かるんですね。まぐれで、いやー、まぐれで受かった。そこで今まで締めておりました鉢巻きをですね、取りまして、この折りたたみますね、目標が叶いましたから。ところが鉢巻きを入れておりました封筒の中に、ちゃんとこういう風なね、この印書きが書いてあるわけですね。これどういうことかと言いますと、念願が叶いましたならば、この必勝の鉢巻きをご返納ください。念願が叶った鉢巻きが多くなると、定見が新たかになって、あなたの母校のですね、後輩がいい学校にじゃんじゃん受かる、そうするとあなたも良くなりますよというような意味で書いてある。これがね、つまりこの、受かったらね、この鉢巻きを持っていかなきゃならんようにちゃんとこれなっとるんでありますね。私もちゃんとこう勉強のために大普天満宮にちょっとお参りしてきましたけど、そうすると受験シーズンの頃は本殿の真正面にですね、必勝鉢巻き返却台というのがありまして、それにちゃんとこううやうやしくお返しする。横を見るとちゃんとお賽銭箱が用意してあるんですね。これは驚きました。で、普通でしたらチャリンとこう音のするものを入れますけど、何しろまぐれの後でございますからね、音のしないやつをバサーって入れるわけですね。その結果、この豊富天満宮さんはね、どんどんこのお賽銭が多くなりまして、とうとう10年もしないうちにその一帯でナンバーワンの天満宮になったんですね。驚きました。それだけじゃないんであります。さらにそれからしばらくしまして、この必勝鉢巻き、念願が叶った必勝鉢巻きをですね、たくさんこの返却いただいたのを、12月の大晦日の日がいい日にちなんですね、これを選択しまして、
巫女さんがちゃんと綺麗に洗濯をしまして、ザーッとこう干しましてね、そして綺麗に干して、それでアイロンをかけまして、そして綺麗に折りたたみまして、念願が叶った必勝鉢巻きとしてね、これもう何千枚とこうちゃんと用意するわけですね。そうするとこれに予約がつきまして、もう今この予約でいっぱいなんですね。見てください、神様でもこれぐらいの努力をしてるんです、神様、ね、これはこの、中小企業の会社でね、こういうふうな努力をしてない会社がまあ圧倒的に多いんであります。会社が100社ありましたら97社はこういう努力もしてない、神さんでもこういうのをしてるというのに、会社でありながらそういうことをしとらんわけですね。まあ、その結果お客さんから見放されて、どん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 売り上げがですね下がっていく、こう落ちていく。そうするとダメな社長というのはね、どうもこの業界は悪いとかね、どうもこの地域が悪い、本当お客さんの悪口を言い始めますね。お客の悪口を言うということは、これは呪いなんです。呪い、お客さんの悪口を言うとね、それが顔に出ますから、人間というのは思ったことが顔に出る。そうすると自然とお客さんの方からそれを見抜かれまして、まあそこからもう物を買うのはやめとけという悪い噂が立ちまして、いよいよ売上がドーンと落ちるんですね。こうなったのをたたりと呼んでおります。どうかたたりを受けないように、大普天満宮の真似をしてきちんと努力をしていただきたいと思いますね。はい、ここですね。最後には武田先生も再登場していただきまして、あの皆さんも今日いい時間過ごしていただいたんじゃないかなと思います。それでは、もう少しでもドリンクの方は、はい、それではあのラストオーダー4時5分までなっておりますので、あの最後までお楽しみいただけたらと思います。美川さん、本当にありがとうございます。乗りたいない方は最後にぜひ上がってください。ちょっと俺一回最後喋っていいですか。あのすいません、個人的に、もう一回あの西村さんの奥さんにぜひ拍手を、僕的には思ってるんで、よろしかったら皆さん、あの奥さんどうもありがとうございました。あの彼の努力は相当だったと思います。あの見えないところですけど、縁の下の力持ちで、相当頑張られたんじゃないかなと思いますので、奥さんあの改めてどうもありがとうございました。じゃあ、せっかくのもう少しだけ上がっていただいて構いません。